来た。お疲れ様でした。お疲れ様でしたってなんぞ、こんにちは、今回も何やったっけ、11武器取っていくんやけど、今回はね、義援って意外とイケメンかな、これ。わー、わからんな。なんかかっこよさげな感じなんやけど。ということで、今回はね、なんか2パターンあるらしい、取り方が。以下の条件を満たすか、諸葛亮が裏切る前開始2分ぐらいらしいまでに加工一族3人を撃破すると取れるらしいよ。条件が200人斬りをするか、あれじゃ200人斬りをして、総大将以外の全敵将を撃破する。これは普通にやっていけば取れるらしいけど、今回はこの開始2分までやってみるか。過去一族3人を撃破するっていうので取れるみたい。こいつらかな、こいつらやな。加工誰、加工系、加工は加工医の3人を開始2分以内に倒す。やってみようぜ。ちょっと待てよ、どっちがいい。残氷玉やな。白虎玄武真空で戦玉飛翔。よし、ちょっと例のごとく最初中断させてもらえますか。これで中断します。これで開始2分以内に過去一族3人を撃破すると良いらしい。剣バンバン氷玉で凍らしていこう。今回はなんとか。なぜ私の命令に従う。凍れ。あ、凍った。あれ凍って、凍ってよ。1人目、え、お前ら怒るん。あー、もう違う、凍ってなかった。凍っとると思った。2人目、今何分、え、あと30秒、厳しくね。え、ちょっと待って、これ何分以内にやった。どこにおるよ、上か。ちょっと強いなこいつ。あれ、これ強いな。どうや。ダメか。2分以内じゃないな。ヤツの手を出さずに置け。ダメそうかな。義軍はなぜあなたを殺めた。反骨無数。やはり。どう？ダメ？なぜだ。ダメそうやな。よしよし。よし、わかった。よくよくよく。うん、これでダメなら考えがある。これでダメなら考えがある。俺にも考えがあるんよ。あれの出番や。あれの出番だな。雷玉を氷玉にして、
いやちょっと待てよ、でもなどうなんやろ。いや強欲やな。でさっき何したっけ俺、戦力衣装か。で真空章をあえて排水ゴフにしてみよう。どうや、これでいってみよう。これでいけるやろ。だって今ので多分5秒足りんかったぐらいやろ。排水ゴフで攻撃力をゴリゴリに上げとくと、これやといけるやろ。双極滅星、絶影、氷玉、白虎、玄武、排水、戦玉、よし行こう。なぜ私の命令に従う。もうこれ、よし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 、どやどやどや、早かろう。これでこんな感じで、こんな感じで遊びに行く。あ、強っ攻撃強っ。これや、やっぱ排水ゴフ強いな。めっちゃ削れるな。めっちゃ削れるけどめっちゃ食らうな。びっくりするぐらい。あーやばい、来たんちゃう、来たんちゃうんけ。来たな。よし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 、これ取ったろ。付近で怪しいものとかする。左の方入ったらいいんか。とりあえずあそこ行ったらいいんかな。えい、もらった。このパターンやな。このパターンの方が楽、俺このパターンの方が楽かもしれんな。200人切りしてどうのこうのとかするよりも。どうなんやろ。見つかったか。我いしかありません。素人しかし、おい、どっか行ってくれ。どけ。オッケー、めっちゃ簡単やん。あ、終わりあ、これで終わりか。あ、終わった終わった、ごめん、終わったわ。終わりました、ラッキー。早かったね、これめっちゃ楽やったね。これはすっごくラグでした。はい、これですね。因果用途かっけー、かっけーな、この武器。スザク18、投稿14、気候鎧16、先端19、うん、全体的に、あ、気候鎧がいらんな。どうなんやろ、気候鎧あった方がいいんかな。これがよくわからんよね。スザクはね、突いとって損はないと思う今回。うん、こっちの方が早いね、間違いなく早いです。はい、ということで、ありがとうございました。こんな感じで取れるっぽいっす。頑張ってください。じゃあお疲れ、バイバイ。